西野まさきで、西野まさきと申します。ぽっちゃりが来ましたよ、ぽっちゃりがやってまいりましたよ、ぽっちゃりが。早おいで。あざーす。走らせないで。マスクしてるとつらいなよ。いやいや、体型の問題よ。ちょっとこれだけはしまっていいですか。もう、はい、俺もう YouTube 出るって話聞いた時からこれだけ言いたかったんですよ、うん、いいですか、ちょっとカメラ目線いいですか。五十嵐俊二で、五十嵐俊二と申します。俊二君とこうやって YouTube を撮るということでございますが、はい、まあ、俊二との出会いはあれですよね。だからウルトラマンメイビウスです。そうですね。あの当時君が何歳？19ですね。19、俺が24? 3。あの時はまあね、50キロ台だったんで体重も。もう何キロよ？90です。30キロ、40キロ増えたってこと？はい、増えすぎな。止まらない肥大か。ウルトラマンのようですね。ウルトラマンは変身した後はもう身長決まってるから。そう、俺がさ、昨日さ、なんかこうインスタで2人への質問みたいなのを募集したわけです。ああ、なるほど。印象に残っているメビウスの会話。会話でもね、やっぱ1話だよね。1話か。俺1話。俺やっぱ最後の 3部作か。俺最後の3部作とかあんまり記憶ないんだよね。なんで？意味が分からないんだよ。だからクランクアップの日とか覚えてますよ、うん、あのマリナ号泣しだして。お前も号泣してたよ。釣られちゃった。もらい泣きしちゃったよ。お前も号泣してたよ。もらい泣きしちゃったの。ああ、なんか他のシーンあんまり覚えてないんだよね。だったら1話の方が鮮明に覚えてる。1話のさ、風船のところめちゃめちゃ NG 出したっていう噂があるよな。最初のシーンですね、うん、あの女の子に風船入って。そうありがとうって言われて、ありがとうっていうやつ、初めてありがとうって言葉を知るときですね。うん、ものすごいカット数を重ねたっていう噂やけど。はい、なんでだと思います？知らんよ。問題です。あの、ただありがとうって渡す、うん、風船を渡すし、うん、なぜあんなに NG を出したでしょうか。子供が泣いた。だべー。子供は関係ない。関係ないです。お前個人の問題。大問題ねんけ、それ。子供に何回もやらしてしまった。お前、噛みまくって、ありがとう噛むか。噛まないです、笑顔が引きつってた。もうお前、役者やめてまえ。やめた。ガチで緊張して。やめたか。え、それで何カット？何カットやったかな、覚えてないようなカットですね。えげつないぐらい撮った。っていう、なんか、噂は聞こえてきたよ。うん。大変だった。だからお前、1話覚えてるだけじゃん。じゃあ、なんか違うな。なんか、その、笑顔になる。うん。ありがとうの意味を知って、あ、これがなんか、その、地球で言う感謝なんだっていう、あ、それなんだ、みたいな笑顔が全然できない。子供の風船を取ってあげて、子供に、はいって渡して、ありがとう、うん。ありがとうっていうんだね、そういう時は。でその笑顔が引きつってるから、うん、もうなんかその子供と変な引きつった笑顔で犯罪臭が出てしまって。あかんやつだ。そう、あかんやつだったの。オープニングやからね、あれ。何回も NG 出してる。では、ウルトラマンメビウスの撮影の中で一番大変だったことは何ですか？ウサギ馬ね。ウサギ馬、水泳。動物アレルギーなの？そうなんです。僕動物アレルギーなんですよ。動物アレルギー金槌っていうウルトラマン歴代多分こいつだけ、ね、1話でウサギ抱くシーンとか、うん、もう息止めてやってたもんね俺。薬も飲んでたやろ。薬も飲んでた。森次さんがさ、ウルトラセブンが、うん、その馬で登場するシーンとか、最初馬だな、馬もっと触れ合う設定だったらしいんですけど、うん、もう急いでマネージャーが全部言って、うん、ある程度距離を置いてもらうようにして距離を取った状態でな。そう歴代のウルトラマンの中で、はい、メビウスまでは、うん、主役は川に流されるっていうのが定番やったらしいよ。そうです。川に流される、うん、あの釣られる宙にね、釣られる、うん、がもう当たり前、うん、お前両方やってないよな。両方やってないです。
釣られましたよね。俺3回ぐらい釣られてる。主役がやらなきゃいけないことを隊長はケツ見たわけでしょ。ものすごい釣られてるから。芸能人生の中で釣られたこと一回もないから。俺もあれだけやわ。メグスだけやわ。ワイヤーで釣られるのなんて痛いらしいですね。痛いよ、痛いよ。今は知らんけど、あの当時はめっちゃ痛かったよ、うん、あの僕一回撮影止めたじゃないですか。なんで？あの目のモノモライの三流腫っていう病気で、モノモライの膿が出ないやつなったな。お前そういえばなんかそんな、どん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 腫れていくわけですよ。なってたなってた。そういえばそうで、メビウスの撮影ができないって言って、急遽俺が出ないところをバンバン撮ってやってたじゃないですか、うん、精神的に参ったのはあそこっすね。あー、なるほどね。あれなんだっけ、あのジャッシュライン、体重が出るところでちょうどなっちゃって、へー。で手術したんすけど、左目かな、上手術して、うん、こう瞬きするから下に映っちゃって、で俺2回手術したんですよ。上下あ、そうで、お医者さんに二重整形しましたねってバレて、いや、それでも俺言ってますよ、俺芸能界出るから。やっぱ目を見る人って分かるんだなと思って、バレてると思って。ファンの人から来てんのは、はい、もう一回ウルトラマンのオファーがあったらやりますかと。やれますか。逆に聞きますけど。いや、体重落としてさ、分からへんよ、ぽっちゃりのウルトラマンでもいいかもしれん。逆にこうなった俺がウルトラマンやってんの見たい？それ見ますか？感動できますか？勇気もらえますか？いや、感動はできへんやろな。俺の名台詞って何？リュウさんぐらいでしょ。いや、それセリフじゃなくて名前言ってるだけ。でも今だから思うけど、やっぱりそのなんて言うんだろう、ありがとうで始まったわけじゃないですか、1話が。うん、ありがとうございましたって言いたくなかった。大丈夫、最後俺がありがとうで終わってるから。あ、そうだ。未来ありがとうって俺の最後のセリフで終わってるから。あ、なるほど、うん、未来ありがとう。この星の人たちと共に得た大切なものを。ちょっと待って、いきなりお前やるの。やらないですか。ちょっと待ってやらないですか。何をいきなりやってらっしゃるんですか。やる流れかなと思って。この星の人たちと共に得た勘だよ、はい、あかんわ。はい、じゃあいきます。この星の人たちと共に得た大切なものを光の国の新たなウルトラマンたちに伝えていきます。行けよ、さよなら、今までありがとうございました。そんなんやった？え、そんなんだったよ。今までありがとうございましたみたいな。ほんまに？おっとだって。とりあえず、まあ五十嵐俊二を読んで、はい、まあ二人の思い出の作品であるメビウスについて語るという、はい、一本目これにて終了と、はい、させていただきますけど、はい、よろしいですか。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。引き続きね、うん、もう一本撮るよ。何撮るんですか。もう一本撮る。もう一本撮るよ。俊二がドーンと売れた役者としてドーンと売れたのはルーキーですよ。ルーキーズに出てからはオーディション一回も受けてないです。ルーキーズ出る前まではオーディションめっちゃ受けてました。ウルトラマンやってる時に俺仮面ライダーも受けてましたからね。レンジャーも受けてて、レンジャーなんて最終の2人まで思ったんですよ、マジレンジャーっていう。え、どっちが先にオーディションやったの？先レンジャーと仮面ライダー、うん、で最後ウルトラマンですよ。そうなんや。仮面ライダー2年受けてますか、連続で。な、俺はまあある程度知ってるけどさ、見てる人は知らんかったりするから。なんでやめたの？いろんな役やってって、うん、やっぱりその視聴者からしてみればその 役じゃないですか。メビウスだったら俺はもう日々の未来にしか見られないわけだし、ルーキーズやったらニャーだよね、うん、俺が好かれてるわけじゃなくて俺の役が好かれてるだけだなって思い始めた。